いただきます。マスマスカットラリー絶対出したるで、マジでちょっと欲しいんですよね、はい、あまずい笑ってまうわ。順当すぎる。なんだこりゃ。ギャラクシーインパクト。はい、東京リベンジャーズ一番くじ、今日から聖夜決戦編で、ワンロット80個あって、で竹道が1で、マイキーが2、ドラケン2で、チフユが3。チフユ多い。竹道が1というね。きついね。一番欲しいのはもちろんマイキー、ドラケン。この二人は欲しいよね。で、チフユは3やで、まあ、ひどりゃ出るやろ。で、竹道は1。竹道はあんま、いや欲しいけど、優先順位は低め。今、見てきたの。で、松木を見てきたのね。近くの。で、松木をが、76分の8。全残りフィギュア。76分の8。で、他のところいろいろ見てきたけど、微妙に、ね、マイキー1個引かれとったり、ドラケンなくなっとったり、で、確率分母も10分の1前後、やったもんで、まあ、そんなんなら、まあ、確率分母10分の1以上の確率が期待できて、なおかつ、フィギュア全残りのテンポ、松木を見つけたので、今から行っていきたいと思います。いただきますますますカットラリラリラリアット行って。すいません、東京リベンジャーズのくじいいですか。このくじでです、ね、はい、すいません、お願いします。絶対出したるげ、マジで。10回いきます。はい、10回いきます。先引いた方がいいですか。あ、そうです、先に。あ、わかりました。今引いてもらって、それちょっと、はい、すいません。1、2、3、4、5、6、7。後ろから8、9、10と。はい、すいません、お願いします。じゃあ、めくって。はい、すいません。まだフィギュア出てないですもんね、多分。あ、そうです。ちょっと欲しいんですよね、はい、あ全部残ってるんで。あ、はい、タオルばっかり。はい、クリアファイル。はい、ラバーマスコット。はい、まずい。ですかね。はい、やばいぞ。1。はい、はい。ああ、チフユ出た。3個あるやつの1個出ましたね。これが一番多いんですよ。ああ、結構そうだね。はい、もう1個来い、もう1個来い。もう1個。ああ、はい、すいません。いい、ありがとうございます。ちょっとご用意しますね。はい、すいません。はい、お願いします。くそー。チフユは出たけどな。まずこちら。まず最初だと H を押しちゃう。はい、すいません。でかいな。はい、すいません。はい、こっちが、トワイルドステッカーできる。もう、2枚選んでいただく。はい。ね。もうこれでいいか。大丈夫ですか。はい、この2枚でお願いします。はい、大丈夫です。はい、すいません、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。確率通りすぎひんかなあ。確率通りすぎひんか、ほんまに笑ってまうわ。76分の8で、まあ、約10分の1以上、10分の1以上の確率で出る。で、10回引いて一番アソート数3、アソートの多いチフユが出る。順当すぎる。なんだこりゃ。ちょ、悪くはないから、出てはおるからね。あぶねえ。畜生、チフユ1か。まあまあまあ、確率通りとはいえ、ほんと確率通りやな。一番多いチフユが出て、てかフィギュアでかすぎ。これで15センチ、約30センチあります。くそー、もうちょい横言えばマイキー欲しかったな。2個出て欲しかったな。まあ、こういうこともある。ギャラクシーインパクト。